こんにちは、内定率 100% の就活塾ホワイトアカデミーの竹内です。今日の質問はこちらです。現在2年生です。現状 ES にかけるネタがないので長期インターンにエントリーしているのですが、エントリーは並行で何個かした方が良いでしょうか。企業側からスカウトされたところは面談の日程が提示されているのですが、希望の会社からはまだ返事がなく、スカウトの方を承諾してしまうと第一志望の結果が分かる前にどんどん先に進んでしまいそうです。こちらに回答していきたいと思います。結論、並行でエントリーしてください。これは就活全般でも言えることですが、長期インターンでも同様で、基本的に学生の皆さんが行きたがるような人気の会社や人気の業務内容のところは申し込んでも返事が来ないのが普通です。いつか返信が来るかもというふうに思っている間に、あっという間に時間が経って何にもしないうちに2年生が終わってしまいます。現状ネタがないのであれば、どんどんエントリーをして、とにかくご縁のあった企業でインターンをした方が良いでしょう。その間にもし運よく自分の希望する会社の長期インターンの選考が進んできたら、もともと行っていたところは断るとか途中で辞めるとかして希望のところに行けば良いと思います。3年生の春からサマーインターンのエントリーが始まりますし、3年生の秋になると長期インターン自体に行けなくなってしまいますから、希望の会社かどうかはあまり気にせずにインターンに行くのがおすすめです。そこの会社で一生働くわけではないのですから、やってみて嫌だったら辞めればよいし、もっといいところが見つかったらそれはそれで辞めればよいのです。ぜひどんどん動いてみてください。では今日は以上です。ありがとうございました。